どうも、Dコレクションのニッチです。マサトです。ご紹介したいのが、もう目の前に出てるこちらのシューズです。はい、はい、綺麗めなシューズなんですけども、はい、まあ、その中でもプレーントゥーシューズといったもので、こんな感じで、まあ、つま先とか、まあ、甲とか、まあ、シンプルな、デザインになってる綺麗めなシューズと、はい、いうことです。うん、まあ、これから秋冬シーズンにかけてですね、季節から吹いてくるので、うん、まあ、こういった、まあ、大人っぽいと思われがちなシューズでも意外と自然と合わせられると、うん、いうことですね。まあ、もちろん、現状今から T シャツとか着てる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういったコーデでも合わせられますし、うん、今こういったDコレで今2種類ですね、はい、出してるんですけれども、うん、こちらがちょっと質感的にはマットで落ち着いた印象の、うん、プレントゥーシューズと、はい、一方こちらですね、こちら見てもらうと分かると思うんですけども、まあ、こういった感じでエナメルシューズタイプ、はい、うん、というふうになってますと。まあ、個人的にはですね、まずはシンプルなマットな質感の方から試していただけると、はい、まあ、良さが分かっていただけるのかなというふうに思います。はいはい、ただですね、実際に着用というか使ってみたコーデで、まずはちょっと魅力をお伝えしたいなと思います。はい、はい、そしたらまずは一コーデ目、こちらなんですけれども、うん、アウターとかパンツに有彩色を使ったアイテム、コーディネートとなっております。はい、うん、アウターコートでベージュで、はい、パンツでデニムのネイビー、はい、まあ、特にパンツデニムですね、別にエナメルシューズが合わないっていうことはないんですけれども、まあ、まずはこういったマットな方で合わせて、よりシンプルに押さえた方が初めてこういったシューズを使われる方にはおすすめかなというふうには思います。そうですね、はい、あ、ツヤがない分合わせやすいですからね。そうですね、はい、うん、次にこちらエナメルシューズを使ったコーディネートですね。はい、上半身にはストライプ柄の、はい、解禁シャツというところで、まあ、今季らしい、ね、うん、トレンドを取り入れたトップスにはなってるんですけれども、トレンドの方ですね。そうです、はい、でこちらに関してはですね、うん、まあ、このベージュと、はい、靴のこのブラウンといいますか、まあ、こういったところで、まあ、割と近い色というか同系色というところで、まあ、まとまりやすくなると、うん、なので、まあ、結構、まあ、トップスで攻めすぎたなって思っても、まあ、こういった色合いで、まあ、統一することで、うん、まとまったコーディネートに仕上げることができます。はい、まあ、いくつかコーディネートをご紹介したと思うんですけれども、まあ、こういった使い分けが2つで楽しめますので、はい、うん、ぜひ自分のご自身で今持っているアイテムとか、この秋冬で作ろうとしているコーディネート、はい、どちらがご自身になるかを決めて、まあ、選ばれるといいのかなっていうふうに思います。はい、はい、どっちがいいんだろうって迷う方はね、はい、とりあえずもうマットであればもう間違いない、はい、間違いないです。合わせやすく、はい、どんなコーディネートにも合わせやすいので、はい、まずどうしようって思った方はまあマットが、はい、こちらを選んでいただければまず間違いないかな、うん、はい、慣れてきた頃にエナメルの方、そうですね、はい、まあ、このツヤ感がアクセントになりますし、はいはい、ちょっと個性のある着こなしにもなるかなと思うので、ぜひお試しくださいということで、はいはい、こちらの商品気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、はい、そちらからご確認いただければなと思います。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。